おはようございます、こんにちは、こんばんは、ひながなです。前回からの続きになります。パートいくつだろう、ラダトームでセーブして、待って邪魔しないで私を。とりあえずこっち行ってなかったなって思ったので行きます。牢屋の鍵買ったからね。ここは牢屋、王子様のような方がいらっしゃるところではありませんぞ。おい、牢屋の鍵は持ってるか。はい、ここを開けてくれたらいいこと教えてやるぜ。で、うひょー、ありがてえ。牢を開けてくれた俺にいいことを教えてやろう。ラダトーム城の王様が、それね、そうなんだ、この人が教えてくれるんだ。でも開けたけどこいつ出てこないじゃんね。出ないね。抜け出すつもりはないのかな。で、トラマナを使えばここ行けるよね。あっちか。こいつは、おお、え、なに、足元だったの。手拾うか。あ、ほっほっほ、私をここから出してくれるのですか。ありがたいことです。なにこいつ、あなたたちの亡骸を手土産に、あ、亡骸をハーゴン様の手土産にしてあげるって。何、あ、だからこいつはちょっと奥の方に封印されてたみたいな感じなのかな。ちょっと強い系、ちょっと一応ちゃんとした呪文使っとこう。あ、相手に、あー、待って、こっちスクルト覚えてないぞ。え、これ、え、何、死んだりしない、大丈夫。魔法効かないの。じゃあ攻撃、攻撃の、ちょっと待って、リカナン使おうぜ。下げて、あーよ、え、何、今までの敵で一番強いじゃん。 HP 少ないといいんだけど。ちょっと待って、ベフォーイミを、アイミー、アイミーにベフォーイミをレンレンに使わせる。ちょっと待って、それは気を利かせてひながな、あ気を利かせてひながなにかけてほしかった。あ、でもなんかすごい経験値、アイミーなしで経験値めっちゃ入った。おお、ありがとう。宝箱なんだ。え、雷の杖。あ、そうそうそう。で、で、足元に素早さの種でしょ。 いえ、ちょっと待って、もう普通に薬草使っちゃっていいよね。死んじゃったよ。なんでここのやつは何だったの。強くない、仮にも。だったら言ってよ、こいつ超強いやついるぞ、気をつけろみたいなさ、ちょっとなんか噛んじゃったね。ちょっと強いやついるからこの先気をつけろ、封印されとるぞみたいな、なんかそういうの欲しかった。もう遅いけど、ラダトームの王様がおるところがあるからそこ行こうか。なんか左の人なんかプロポーズしてる感あるよね。はい、ありがとう。これだ。おお、あなた方、勇者ごとの血を引く、あ、引く方々ですな。しかし我が王がハーゴンを恐れるあまりどこかにお隠れになりました。情けないことです。で、ここに王様がおるので、どう考えたって王様なんだよな。お尻フリフリしちゃう王様。はい、こんなところまで来るとは、仕方ないやつだな。そうじゃ、お主らにこの命の紋章をやろう。それをやるからもう行くのじゃ。何、わしの正体じゃと。わしはただの不器用の隠居じゃよ。クッカッカ。というわけで命の紋章を今手に入れてしまったんだな。ここで笛吹けばよかった。ハートが命なんだね。ってことはあと1種類か。あと1種類どこだっけかな。こうしてね、パッパとパッパとね、
紋章が手に入っていくんだよ。次どこだっけ、忘れちゃったから。あ、そういえばサマルトリアに金の扉で開けれるとこあるんだった。金の扉だね。金の鍵を開けれる金の扉があるんだ。よくぞ来たロトの血を引きし者たちよ。さあ宝箱を開け、その中のものを取るがよい。ロトの盾を見つけた。はいはい、アイテム肩だな。その盾には勇者ロトの思いが込められているはず。必ずやその頼みを守ってくれようぞ。装備したいね。ひらがなしか装備できない。渡せない。 Oh no。 あ、ここにもあるね、金の鍵のとこ。えた？あ、待って、一応笛吹いてみていい？あ、帰らなかった。まあいいか。あ、敵がいる。ちょっと待って、どうしよう。なんかアイテム手にまた入ったら、なんか、あ、素早さの旗に使えばいいんだ。で、長いのはちょっとゆっくりだから、あ、虫しか上がんない。開けようぜ。キンキン、ビビる。これ前回もちょっと戦ったんだけど、こいつらが何を意味する敵なのかを、あ、待って、ん、あれ、ここ紋章だっけ。なんか手に入る場所だったような気がするんだけど、さっきのヤバい敵に比べたら、うん、さっきのヤバい敵に比べたら全然強くない。そう、この光ってるのなんだっけ。ちょっと一回だけ。ああ、帰ってきた。あ、じゃあこれ紋章じゃん。じゃあ紋章揃っちゃったじゃんね。やった、水の紋章を見つけた。やったね。ってことで紋章多分揃ったんだよね。大きな海のどこかに精霊の祠があるそうじゃん。あ、海のどこかに5つの紋章を手に入れた者はそこで精霊を呼び出すことができるという。もっともこの言い伝えがどこまで本当なのか、それは誰も知らんがの。あのね、祠の場所も分かってるんで一応。他に何かやるべきとこあるかなってところでちょっと今考えてんだけど、どっかあったっけかな。ベラヌール、あ、じゃベナベベラヌールに、なんかまだ行ってないとこなかった。ちょっと待って、先預け、あ、物を預けます。こんな感じかな。ロトの盾を装備させて、あの、こいつにイカズチの杖、アイミーにイカズチの杖を装備させてみた。ここダメージ床だから、トラマナでやると、はあ、ここまで来れる奴がいたとは。あんたなら左に見える旅の扉へも入って行けるだろう。そしてたどり着いた場所こそが、そう、これだ。ロンドル家へ通じるただ一つの道。誰も俺の話を信じず、俺はこんなところになって、こんなことになってしまったんだが、もし俺を信じてくれるなら、祠の出口を探すことだ。って言うんだけどさ、絶対ロンドルキアにあるんだ、ロンドルキアにあるんだ、さ、こいつはバカだな、つってさ、意味わかんないこと言ってんじゃねえよみたいな感じで捕まったってことでしょ、きっと。すごい理不尽だよね。で、トラマナを使います。あ、違う、トラマナで行こう。でも順番的にはね、違うんだよね。ああ、こんなとこにも素早さの種あんの。じゃあひながな、ありがとう。あ、そうそう、ここに出口があるの。で、こいつ敵かと思うじゃん。キーキー、いじめないでくれよ、いいこと教えるからさ。ムーンペタの町に水の紋章があるって話。ね、このね、このね、おい、今はその話すんのかよみたいなとこあるじゃん。で、そうするとこのね、なんか火の玉が折って、勇者の子孫よ、どこへ行こうというのか。今のままではお主をこの先に通すわけにはいかぬ。世界を巡り人々の話に耳を傾けるので、そうすればきっと道は開ける。
って言われちゃっていけんので、あのね、この紋章を5つ紋章を5つ集めることによって、ね、精霊を呼び出すみたいな感じの場所があるので、そこに行きたいと思います。場所的に言うとね、この一番近くの下だね、陸地じゃない方。うん、はい、到着しました。ここだね。で入ると、そうするとなんかすっげえ下まで降りさせられるんだけど、よく水が入ってこないよねここね。はい、そうすると5つの紋章が輝き始めた。灯る火は4つ。ん、どこからともなく美しい声が聞こえる。私を呼ぶのは誰です？私は大地の精霊ルビス。おや、あなた方はロトの子孫たちですね。私にはわかります。遥か昔、私が勇者ロトンと交わした約束、その約束を果たす時が来たようです。さあ、私の守りをあなた方に授けましょう。いつか邪悪な幻に迷い戸惑った時はこれを使いなさい。必ずやあなた方の助けになるでしょう。さあお行きなさい、ロトの子孫たちよ。私はいつもあなた方を見守っています。うん、で何手に入ったんだっけ。え、何を手に入ったの。あ、ルビスの守りか。使う。今は何も起こらなかった。今は何も起こらない系か。なんだか勇気が湧いて、これ好きなんだよね結構。ちょっと頭弱そう。で、そういえばあのなんだっけ、あそこのお城、闘技場みたいな、競技場があるお城にもなんかあったよね。デルトコンダルだ、金の鍵のとこ。精霊の力を多分あの入手したことによって、さっきの炎の魂みたいなところが行けるようになったんじゃないかなっていう予想です。実際まだ行ってないからわかんない。でここを調べると、聖なるナイフはいらない。ここを調べると、なんとガイアの鎧を見つけたのね。あそこの右にいるおっちゃんがね、ガイアの鎧をさあると聞いたんだがみたいな言ってたけど、ここにあったんだよね。あ、でもこれひらがなじゃない、ひながなが装備するしかないじゃん。ちょっと待って、あ、持てるね。なんかすごいな、こいつ鍵とかそういう系すげえ持ってんなこいつら。あとどこだろう、ザハン、ザハン、あ、ザハンにもそういえばなんかあった気がする。あのザハンには牢屋の鍵かな、使う場所。神殿荒らす者には災いがうんたらのところを虎物で歩くと。はい、で、あ、ここが祈りの指輪なんだ。なんか虎物の効果って何歩分みたいな、結構短いから2回ぐらい使わないと怖い。あ、そうだ、聖なる織機、ここで手に入るんだ。なんか白露の糸だっけ、やつで織機ができる。あ、で、あ、ここがラゴスの話を聞けるとこだったのか。でベラヌールかな。オウフオウフってしちゃった。でここだな。これで行けるようになったんじゃないかなって思うんだけど、どこ行こうというのか。ああ、ルビス様の加護を受けたか。しかしハーゴンの大地に行けるのは邪教の邪教の塔なんか狭ったものだけだ。マジでまだ行けないの。邪神を祀る秘密の洞窟あるね。多分ね、月のかけらがないといけないってとこだと思うの。まだ行けないの。じゃあ次、待って、ちょっと待って、ちょっと考えさせて。前回は手に入ってないんです、月のかけら。あー、とりあえずあれだ、世界中の歯取りに行こうか。
ルポイって名前が良くない？ペルポイみたいな。ペルポイみたいな感じが。ちょっと好き。ちょっとふざけてる感出すような言い方になっちゃうけど。で、ここがそうそう。ここが世界一の歯取れるとこ。世界一の歯を見つけた。レンレは世界一の歯を手に入れた。やったね。結構わからんな。あ、そういう、出ないとこ行こうか。なんだっけ。横柄の左の祠とか。祠っていうのかな。で、入ったところに。おほ、それは金の鍵だな。ちょっと借りるぞい。わしも一度は旅の扉というものに入ってみたかったのじゃよ。そうそう、金の鍵は返しておこう。ではまたな。この人は、金の鍵を持つ前だと、実際に行ったかどうか覚えてないんだけどさ、この扉を開けてみたこと、開けたことがないみたいなこと言ったんだよね、確かね。うん。で、その後に金の扉を持って、金の鍵を持って話しかけると、金の鍵を使ってその先に行ってみたいっていう。ロットの兜じゃん。そういえばこいつ取ってないじゃん。おお、わしは待っておった。勇者ロトの子孫が現れるの。そなたたちにロトの兜を授けよう。やったね、やったね。はい。でもロトの兜を手に入れたからって解決したわけじゃないよね。逆にわかんない。なんか羽衣関係ある？織り機の羽衣。まだ先かな。私こっからはもう初見だよ。ほぼほぼ多分初見だよ。行ってない人がいる、行ってない場所がある可能性はあるけど、はい、ん？違う。なんだ、行ったけど、こっちではまだ行ってない可能性はある。ってだけで。あ、ここがついたね。でもここは、そう、ここも行ったことあるとこなんだよ、結局は。どうすりゃいいんだろう。ちょっと待って。ちょっと考えながら、ちょっとレベル上げをするかもしれないので、一旦、ここにてストップしようかな。ちょっと短かったらごめんなさい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もうちょっとでも面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録とか高評価とか、ポチッと押しててくださると嬉しいです。というわけで、また次よかったらご視聴いただけますと幸いです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もいろいろ頑張っていきたいなと思っているので、よかったら応援と、次の動画も見てくれたら嬉しいです。